こんにちは。どうもどうもどうも。今日は無料ガの飯岡十文字のとこに来てました。もどみ屋の方からね、この飯岡十文字の交差点を左さ、流通センターの方に向かえばね、ちょうどこの石屋さんの手前、ここの左側さね、先月新しくね、十割そばの店がオープンしたそうですよ。あ、新そばの上りも見えてきた。この左側、なんちょなそばだね。だらだらだら行ってみっか。それでは、アイドガン。さーてと、今日は何にすっかな。お、つけかもそば。あ、いいかもすんねえね。うん、天ぷらないね。うん、そば一本で勝負してますた。まだね、胡蝶ランドがあるからね。本当に新規オープンしたばっかりだね。うん。はいと、つましたよ。つけかもそば。うん。どれどれいただいてみますか。まずはね、なんもつけねえでね、そばっこだけいってみるかな。割そばだからね、つるつるっとはさねえどもね、運命がなんちょだえ、このカモズルは。うん、行ってみましょう。カモカモちゃん、うまいかも。おに、ほら、こでられねえな、これ結構濃いめでね、これぐらいビールでも。合う合う。こちらはね、ご主人が一人で切り盛りしてますね。だからね、オープンしてからまだ休んでねえと、定休日はねえのったきゃ、まだ決めかねでましたって。営業時間もメニューもまだ変わっかもって喋られた。目つけもんだ。ああ、これこれ。自家製がな、これも。いや、そばはもちろん運命どもね、おりゃこの鴨だし次だな。鴨肉もいっぺえだすね。いいあんべえだこれが。いやー、食った食った。どうもどうも、ごっちゃんでした。今日はオープンしたばっかりのそばダイニング、楓さんの紹介でしたよ。ありがとうね。また来ます。さようなら。歩いてゆくてか、へばねー。バイバイー。